はい、東京 YouTube 整体の平野です。まあ、老いも若きもですね、今不眠に悩んでいる方、寝つきが悪い、途中で起きてしまう、朝起きてもなんか寝た気がしない、そんな形でですね、まあ、枕をいろいろ変えたり、寝具を、ね、変えたりして、皆様、その不眠に対する睡眠の質を上げるためにですね、まあ、いろいろやっておられると思うんですけども、一つの、その寝られない原因の一つとして、私が提案したいのはこの腕の緊張なんですね。腕の緊張があるためにですね、本来なら仰向けで横にこう、ね、こう置いてだらーんとして緊張が抜けて寝ることができるんだけども、今皆さん本当に腕の緊張が強すぎるためにですね、まあ、昨日来たカップルだとここに置くんですね。横に置くとのと、こちらがどっちが楽なのって言ったら、今はこちらの方が楽だ。で、まあ、施術で、ちゃんと胸、腕の緊張を取ってあげて胸が開くようになれば、あ、ここの方が全然楽ですねみたいな、そんな形で、寝るときにですね、腕を、この腕をの緊張が、まあ、一番その中でもどこで取れるのかっていうのをこう探しながら、皆さんこう、いろんな位置をね、こう変えて探していると思うんですけども、まあ、それは幾分楽になるというだけの話で、緊張が取れるわけじゃないんですね。ですから、この腕の緊張を取るというね、まあ、手の指先から、取っていくんですけども、これにかけてはですね、まあ、他の整体には全然負けていないと思います。まあ、腕の整体だけではなく全身ね、やります。腕、そして足の付け根、ここもね、すごく緊張している、足もすごく緊張しているんで、この4種をね、緩める、テクニック、非常にいいものを持っていると自負しています。そんな、日本どこに行っても受けられない、日本中どこ行っても受けられない、そんな整体をしています。愛知県蒲郡市というところでやってますけども、東京大阪もですね、出張してやっております。よろしくお願いいたします。